お待たせいたしました。ただいまから大盲踊り保存会の皆さんに大盲踊りを披露していただきます。お願いいたします。皆様こんにちは。大盲踊りについて少々ご説明申し上げます。大盲踊りは真田十万石の城下松代町の祇園祭礼の余興の一つとして催されてまいりました郷土の舞踊でございます。ちなみに松代町の祇園祭礼は江戸時代には非常なにぎわいを見せ、全国でも指折りの大祭としてその名を知られておりました。祇園祭礼の当日、松代藩真田家の殿様は町の中心にありました藩のおっしゃいの桟敷において藩士の馬術をはじめいろいろの余興を見物され、夕刻騎乗の際に松代城の大御門の前に設けました松葉桟敷に着席され、この踊りはその御前で踊りましたので大門踊りと呼ぶようになったと伝えられております。踊りの起源はあまりつまびらかではありませんが、江戸時代初期の慶長年間、徳川家康の六男松平忠輝公が松代城主だった時、徳川将軍家の男子出生を祝うために催されたものが始まりとされております。その後元和8年真田信之公が上田から移封して松代城主となり、以来松代領真田十万石の千秋万歳をの八坂をこここと本とともに五穀豊穣を祈る豊年踊りの性質も持ち合わせる踊りとなりました。大門踊りは松平忠輝公時代の魚町御崎踊りと真田氏が移封してからの七花鳥踊りの2種類の踊りで構成されておりますが、踊りの動きや歌詞の中には今では滅びた伊勢踊りの形態が残り、収穫や柳歌や雨子一夜などの要素も含まれる珍しいものであると高野達之文学博士は評価されております。廃藩後は久しく行われておりませんでしたが、大正10年松代開府300年祭を執行するに際して復活し、現在に至っております。昭和44年には長野市の無形文化財第1号と指定されております。それでは大門踊りをご覧ください。Oh,
とカメとは毎朝
しろ頼み申す。しかと踏んでやれこの場をばならさぬえ。ならさねばやれ不満もの。そこらで落とすな。残せておけろ。任せておけなら松原越えたえ。松原越えてよい朝越えたいな。松原越えてやれこの身をは。めでためでたの若殿様よ。恐れながらもぬらりぬっとつんでて。ひっくりゃひっこえず誇りを吹き払って歌うちしめし。とっちゃひょろと吹き色め松原越えたえ。松原越えたよんやさ越えたいの。そこらで落とすな。任せておけろ。任せておけなら松原越えたえ。松原越えたよんやさ越えたいな。松原越えてやれこのことしゃ。良い年ほにほが咲いた。おがねのますでよでよばあかの。一番目の三度目のはかりしようでは。一番ごく一日と一等一升一合一尺一歳まで。あかりを収めて五番目渡した。五番目の三度目のはかりしようねは。五万億五十と五等五小五五五尺五歳まで。あかりを収めて十番目渡した。十番目の三度目のはかりしようねは。十万億十十と一等一升十五十尺十歳まで。はかりを収めて一から十まで。やらめでたい松原越えたえ。松原越えたよいやさ越えたいな。松原越えたよんやさ越えたいな。そこらで落とすな。任せておけろ。
任せておけなら松原越えたえ松原越えたよいやさ越えたいな松原越えてやれこの橋の上なる若君様は誰の息子と立ち寄り見れば目下にや片びらの模様を好んでこうのみこのんでたたにばしょばここうじみこうのみこうちょうなつけたりやさいづちおとしたりやすみぞうにすみさし前や後ろの若君クズの数々は花の勇といや君が弱数え尽くさじ面白や松原越えたえ松原越えたよいやさ越えたいなそこらで落とすな任せておけろ任せておけなら松原越えたえ松原越えたよいやさ越えたいなハートの2本引っからげてひっちょって
東海一へ持ってったら東海一の役にとってまた一本取られた。ハートの一本山のものも買う買う、サートのものも買う買う、我も買う人も買う、ひっつり引っ張り着しがみに引っかいた。売るにゃ売られず買うにゃ買われず前の川へ投げたれば、着しが腹をたたげてのつそつ流れゆく。着地前を見さえなと面白い山つまら越えたえ松原越えたよい朝越えたいの。今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。では子ども真田勝時太鼓の皆さんの演奏です。
Thank you.
どうも真田勝どき太鼓の皆さんの演奏でした。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。続きまして善光寺木遣り松代会の皆さんに木遣りを披露していただきます。
にちは、簡単に善光寺ケアリーの説明を申し上げます。善光寺さんを建てるときに、今から300年ちょっと前に、1707年三代のお殿様雪道様が今の善光寺を建ったんです。現在は14代の吉俊さんがいらっしゃいますけども、今日は吉俊さんの前で善光寺ケアリーを歌うことは本当にありがたいです。今途中で歌ってきたのが道中ケアリーホデコっていうものです。で台の上上がってから力強いケアリー歌ったのが大デコっていうケアリーで、山道に差し掛かった時歌うケアリーでございます。でそれからこれから歌うのは御祝儀ケアリー先綱っていうケアリーで七五の言葉で歌います。それでは善光寺ケアリー真っ白会の皆様によるキャリをご披露いたします。どうぞお聴きください。なお喜びの杯を影も巡るや朝日影伊豆の三島の神風も吹き治むべき世の始め行く久しさとも限らじやん家臣定義とはこの時を譲めぜたきやれんめでたりやりあいせい松代真田の伝統つなぎやいや善光寺さんへよなさきずなへらさのせあれわいさのせやめでたりやー
仏この柱よいご利益いただき極楽へよ先ずなの皆様でした。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。次は踊りませんかの皆さんによります舞踊真田節の踊りを披露していただきます。
続きまして霧の川中島です。武田勢
古川を渡る暁に見る先輩の大河を夜ずいこんなり戦火の皆さんありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。我々は長野市消防団音楽隊第三中隊と申します。本日は、天候もいい中、たくさんの皆様にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。エコー頭、前日祭ということで、運営に携わっていただいている松代商工会の皆様、本日このような盛大の場を設けていただきありがとうございます。また、盛大にできて、おりますことを、お祝い申し上げます。我々長野市消防隊第三中隊と申しますが、長野市には、音楽隊、三中隊制でして、一中隊二中隊三中隊と、三隊ございまして、我々三中隊は、松代若穂川中島江北と、このブロックの集合隊であります。長野市も総勢、合併してから相当多いもんですから、そのような体制で日々、警防活動に、努めているところでございます。
今日は何曲か、ご披露申し上げますので、ゆっくりお楽しみください。今聴いていただきましたのは、ファンファーレ1の B と申しまして、式典等の、最初にですね曲です。続きまして、まず暖気に対する敬礼という曲ですが、お聴きください。これは文字通り、暖気に敬意を表するときに、吹く曲です。よろしくお願いします。対する敬礼でした。続きまして、同じように今度国旗に対する敬礼という曲なんですが、文字通り日の丸、ですね、国旗掲揚するときにですね、消防団としては、この曲を吹きます。まあ、君がよのような感覚だと思っていただければ、結構ですが、では暖気に対する敬礼よろしくお願いします。ここまではですね、ゆったりとするような曲なんですけれども、続いてお送りしますのは御柱マーチという、まあ来年再来年かな、諏訪の方で御柱祭開かれるわけですけれども、よくテレビ等を聞くとね、この曲が必ず景気づけに柱をこう落としていくわけです。その時に、まあ、消防団諏訪の地区も出ますけれども、その時には必ずこの御柱マーチ、吹いてるはずです。この、マーチ1、2、2つありますけどね、続けてお聴きください。ちょっと景気のいい曲でしたね。ここでちょっと、談義に入りますが、これだけ今日総勢ラッパ吹きが15名で、後ろで個体が4名ですね。ついにこのドラムに合わせてラッパ吹くわけなんですが、まあ、不思議に思うのはトランペットとどう違うんだと。ただ音階がこうつけてますけども、トランペットの場合はレとかね、ファとかこうピストンによって音階を作りますが、ラッパの場合はピストンございませんね。で、倍音ということで、ドソドミソのこの曲音階しかならないんですね。それを、まあ、曲にしているということです。なかなか一本だと
つまないということで、まあ、これだけの人数がその倍音をハーモニーにしてお送りしていくということで、まあ、特に消防ラッパーの場合は指揮命令っていう部分が強いものですから、まあ、火事を、火災が出たような時にですね、その信号というところからスタートしているのが、由来であります。最近長野県においてはラッパ技術も相当高くですね、前回100周年のドームでは、まあ、長野県の消防ラッパがですね、東京ドームにおいて、大勢で、まあ、吹いてきたということはあるんですけども、まあこの消防ラッパにおいてはその倍音でね、ハーモニーで、曲ができていくという形なんです。まあちょっと豆知識でね、覚えておいてもらえばと思います。じゃあ続きまして、更新曲、まあ更新するときに吹く曲をですね2曲ほどお送りしたいと思いますが、助走ナンバー2より早足更新曲、続きましてドラムマーチからつないで、パラダイスマーチナンバー2お送りします。お聴きください。ありがとうございました。以上が今日ご披露申し上げた、曲目すべてとなります。また消防団からお願いがございます。松代地区ですね、大変、火災が多くなっております。特に今日のように天候ですとね、ついつい火を焚きたくなりますが、必ずや水位を、確保してですね、火元から離れない、これを、お願いしまして、火災のない町づくりを、お願いしたいと思います。また消防団ね、団員、随時募集中でございますんで、息子さん方、いらっしゃいましたら一声ねかけていただいて、地元の、消防団あるいは消防署の方にですね、一声かけていただければ、ありがたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
最後解散だったと思って解散しております。長野消防団音楽隊第三中隊の皆様、ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。
真田勝どき太鼓影武者の皆さん、ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。皆様、本日はありがとうございました。以上をもちまして、善光寺光柱奉納前日祭を終了いたします。皆さん、気をつけてお帰りください。ありがとうございました。皆様、ありがとうございました。なお、ここ二の丸では4月の11、12日松代城春祭りを行います。同じく舞台が大変にぎやかに舞台の発表が行われますので、またぜひ大勢の皆様お越しくださいませ。本日はありがとうございました。